あと違う人間の声に変わってるわ。109号室に井岡和人選手一回来たやろ。だからそ他の人間の声も今聞かされと。全員嘘言えば言うほどこちらは不利になるからやめて。損害賠償なんかで勝ってないから。コンピューターの考え方が悪い。頭も法の元に平等が効いてるかどうか。今日はエネルギーの残存の問題で車でいちいち来たらあかんよ。金稼ぎが全てじゃないよ、この世の中。台風発生地点から風通って発生しそうな地点から先に今の台風化してない。週末の価値が彼の3点の3点だけで予算ごと行わないけど、昔決まってたはずや8000ゲームで2点の価値が予算ごと行わない
これ無視してる。喋ってもらわないというより、睡眠不足にさせるより、それ絶対動こう。何回でも、民間のテレビ局一番最初に開業したのが YouTube です。日程とかですね。人道的な声を出せる。そのどうだろうっていうことでヤンキースの可能性は考えた。それで18歳、それプラスシャワーを浴びて、食事をする20点とか、あれ絶対あります
これ通報また、改造マフラーの車来たよ。で今ゲッツー取られそうになったよ。阪神タイガース。ちょっと他の都道府県の人間来たらあかんよ。絶対この辺に。あれは整骨院になんで出入りしてるの。誰とちゃうやろ。金で返せ。あ、池江介一人の金とちゃうわ。電波使ったら何でもできるやろ。見てなかったとして、それは本当に車だろうな。自重発行本当に車YouTube ではっきり言ってる。それちゃんと覚えろ。大人だったら覚えろ。裁判所に上がってからできてませんでしたよ。すまへん。何回も同じこと言ってきたぞ。それでも暴走マフラーのクラブは招き入れて金稼ぎしとったのは春山聖子さんの実態や、淡井圭介に対して賃金の不払いとか行ってきた人間、公務員として警察官崩れとしてまともな行動しなかった人間とか集まってきたところへ、働いたところへ、バレたらしまいや。潔くせえ。もう他の元監督だった人間とかあれの整骨院に出会いしてこの辺に来たりも目撃してるから、 C じゃない、見と。ヤクルト、元ヤクルトの監督真中さん 100% そう、他にもいっぱいおる。
曲ができてるはずですか、うん、自分のブランドを向けて、この話すべて整合性あります。子供なんか連れてきちゃダメ、仕事の邪魔、仕事場に子供なんか連れてきたらダメ。でその子供が年下であればあるほど立場は悪いことをしてきた私の重みは大きく悪いことをしてきたということになります。結婚はずーっと返答なしでずーっと時間を長引かせようとしている。正解はバンドだったんじゃないかなと思いましたけど、それは浜風本当に言ってもノーミスでしたね。でも彼女は見てるとしか思えないです。もしくは先ほどの方の方がします。この間ホームページやフェイスブックに記載した文章を見てもらいます。第一次世界大戦と第二次世界大戦の場面になった方に全方面を訪問いたしますと、その他の文章です。あの世でも良いことがありますよと思っています。Thank you.
してるからといって嘘を言ってるというのは何ですか。どう見てもカズマの方が初段に足ついてますから。あんまり解説席でそれ言うんだったらもう解説席言うんだよな。もうこれは本当の話。神様と染めてる人間なんか使うなら仕事させたらあかん。もともと仕事の数なんか少ない。自分で自分ぐらい構成させなあかん。
時のヤクルトの勝手の日は巨人のヤクルトの負けの日になるというか優勝対戦、そこの話ですね。そのクルーズの勝手の日優勝するところどこか、そこは君どおりに公開して、そのペナントレースが始まるのか、あとコンピューターが戦闘に変わりました。マジョーシャンスが変わりました。全然変わりました。恐れ入りますも言わなきゃどうしようもなさそうなので言っておきます。元ヤクルトの監督の真中さんが、大変ドライブしていた件とか、元に通報しなかったら通報しないかもしれません。ちゃんと、今日初めの4対0で横浜 DeNA がリードしてたんですが、今の2人の緊急対策で元に通報しなかったら、それを通知するとかですね、巨人とヤクルト両方勝ってる日もあるので、両方負けないとならない日もないと絶対おかしいです。岡本の両方です。以上です。解説席で1点でも取っておけばということを下柳さんが言ってるんですが、その得点多分ヤクルトも言ってましたね。これはもう本当の話。今日ヤクルト声ばかりしすぎ、防御の仕組みで今の優勝回数見ただけで分かる。個人情報、こういうのがあんなのも悪党は
男の人としての女らしさが全くない。どうせ何かエロ業界に逃げたらいっちゃうかっていう話もそれで言うと思う。今まで女子の電話を交換してるのこれも言うた方がいい。バランスが釣り合いが取らない。法律の個人情報保護に飛び込みの世界が大きすぎ、本当は公開するのほとんどの国です。2003年の参加法律石野由美さんがこっちを取っておくって言って淡井圭介からまた取り上げました。もともと淡井圭介の名前です。大切家で姉が会ってた石野由美さんと違う。アナウンサーの僕もと上髪を詰めてる人間で元阪神タイガースの選手だった人間が解説席にいること自体がおかしい。こちらの部分もそれの元でいろんなスタジアムとかをたくさん作ると使用された人間ではなくてもない。あとお金の移動を稼ぐ専門家の必要なやつにしてるんですけど、そうだった。作って日本中に迷惑かけたんだ。全日本中だけじゃなくて世界中に迷惑かけるからどんどん言い続け、次々やってて。そうです。元は本人と神宮国鉄線も通って JR そうで少数いじめてただけやろう。淡井圭介が推してる球団、横浜 DeNA と阪神タイガースと最下位の勝つとかは最多やから、ちゃんと理由と根拠ある。あと打って取られても優勝の数が少ない。ちゃんと優勝するから横浜 DeNA と言ってる。大物通りの方が、多数の他の球団はいじめてくれないしね。ソフトバンクはない。早く不安か。オリンピックというシステムの差が世界的に多重な力を合わせるようになったのに、どこだろうと思った。
殺害、そして窃盗罪、阪神タイガースの不倫、これはこけたの、ショートの木村選手。絶対テレビに向かって話して、第三者にも聞いてもらって、どんな子供の受け答えをしてるかということを絶対公開せなくか、無理、平等性なんか絶対無理。隠蔽されて終わり。そうはさせないのが悪気ですけど、警護無理やん。暴力ぶってきてる相手に警護使わなきゃならない部分がない。それが法の悪意。なんか軽犯罪法の礼儀なんかいらんよ。本当は政府の方が大悪党だったんだ。耳に傷とかいられてるよ。全員が全員が本物じゃない。まあ、むちゃくちゃなコンピューターには同調したい。なんとかしたがって。新しい共和党の副大統領、39歳の人、顔ボロボロになった。あの人の愉快になったけど、もうエネルギー回らないんだっていう可能性が、年数的に待ってきとる状況が、オリンピックの認めないときと認めたときと、VTR、3人とは分かる。戻り地の瞬間でちゃうか、食料がスーパーマーケットになるから。いうことはエネルギーの存続の問題でとても大事なことです。アメリカの技術的採掘可能な埋蔵量は大分前から11年のものベンゼーラの技術的採掘可能な埋蔵量が増えてますけども、
人口自体がもともと嘘を言ってる。世界国税税でさえその数字鵜呑みにしないのがいい。最後の最後の最後まで嘘言って物が進むかもしれない。が特定機密保護法案とかによって本当の数字本当に隠蔽されておこうかもしれない。全員で本当に調べた方がいい。今若い人たちに向けてのメッセージ、もう僕は生きてる間に原油、ガス、原油が止まる可能性が上位になります。何になるか、それが結構確実です。そして、若い人たちに言えること、他人任せにしないこと、絶対自分がどうにかするんだという気持ちを最後に続けること。モデンさを追いついたりだとか、6点差だとか、まあ、4点差のケースもあります。そういう試合は事実としてありました。広島の選手がフライを取るときに、横に大きく取る瞬間、動いてるんですけども、これ風取ってるからなんですよ。だいぶ見えそうな地点、フィリピン近海、台湾近海、あともう一つありますね。早め早め台風でも風取っておかなかったら手遅れになる可能性があるからです。一番無難、あと雲も取っといた方がいい。大雨になるぐらいだったら最初からこの取っておいた方が、それで台風の顔をさせなくなる。物事を進める。それで最高気温が上がらなくなります。日本中本当のこと言ってるのに勝とうとするから。天気の管理者は相手ですけど、それに反対しようとするとその逆の効果に、国民の間に何が通ってるのは相手ですけど、一般人にとっては
ピューチャー RTS 系の一番スマートフォンでアクセスしようとしてるんですけど、それが繋がるまでとてつもなく時間かけられてます。止まってる。これ撮影したから上の方の表示で分かります。本当は繋がってないとおかしいで、これピントが合わないのも本当は合うんですよ。ずーっとコンピューターが動かない。誰の悪いかがすごい。こんなシステムを作った人間たちはコンピューター系の人間しかおらん。コンピューター系っていうのは IT 関係の会社の人たちや。上から持ちかけられても断れ、断らんかった時点でお前たちの負けや。裁判所で負けや。上に持ちかけられたらもう行政しかないやろ。アホでもわかる。漢字の時点でアホっていう言葉があるのは、正式に使ってよいのは、相手にアホって言わなかったら自分がアホだと気が付いていない人間が多すぎるから。大学出た程度で大したことない。本当のことがわかったら逆に大学行かんようになる。エネルギーの残存量問題で窓口で働いてる公務員の実力見たらわかる。ケアしてるんじゃない。どうしてもみんな自分の仕事を奪われる。少子化が始まった時点で自分の仕事は人数も関係ないんだ。言うようなことない。みんな窓口の時点で自分の仕事だけの人に変わってしまう。じゃあ世界は絶対に変わる。今日の支援を始めて社会で1位だけでどうなるか決められていたらどうします。警察に通報したら横浜 DeNA が逆転してます。7対5で。そして得点が変なのがソフトバンク。この間も甲斐選手が淡いケースから淡いケースと取ったのに4点取れるポイントなんかホームペースが2点崩壊して自分の仕事で稼いでるだけ。しかも相手からいいことして働いてるから偉いんじゃない。働いてる期間が長ければ長いほど罪が大きくなる。じゃあどれだけ悪い方法で金稼ぎをしてきたかっていうことによる。何回も言っても大野元の平等や優勝回数最下位の数も絶対にそれで話は決まっている。2000年まで1998年その時も方法話は決まっている。内閣でも天皇家の人たちの間でっていうことは正義ができてないっていうことこの世の中。頭でですね、広島、卑怯な方法だけは使いたくない。絶対セーフ、誰でも分かる、セーフ、誰でも分かる、セーフ。卑怯な方法なんか使わなくても、勝てるとはあるケースを持っています。気持ちで負けちゃ絶対だ、卑怯な方法で勝とうとしてたの。万物の霊障類が動物に笑われます。
障害者を揃えた話ですよ。怒らそうとする。挑発行為。どちらが卑怯なことをする。たくさん優勝回数、優勝してしまうと安心になります。当然、野球人としてこの場面、相手のバントプレーもあるかもしれませんけど、ダブルプレーになります。バントをミスさせて、勝負を打ち合わせさせて、そういう投球です。先ほどレフトフライで終わってますけども、左中間にボールを飛ばしてるんですけども、甲子園の広いです。あと何回も言います。台風の風を取ってるんです。上空ですごい風が吹いてるんです。無風のドームとは飛距離が全然変わります。防災シェルから天が味方してくれるんです。ずっとカーテンが揺れてるから分かりますよ。本当は裁判所の裁判官も法廷で同じこと言いますよ。場合によります。テレビの撮影、それとも本当の話、絶対真実は必要です。そんなことになったら防災から何かも何にも進まなくなる。整理整頓しますと、やっぱり去年の阪神タイガースの試合の仕方になります。ボール弾を振らない、ストライクゾーンのボールをしっかりと打ちに行く、しっかり打つというのは野手のいないところへボールを打ち込むということです。上空では風が吹いてますから、基本的に長打狙いは無謀すぎます。佐藤輝明選手と大山選手であればポール際近く10メートルぐらいのところを狙って打ち込むんだったら可能性はあるでしょうけども、しかしそれは年間600打席ほど打席に入って、600打席以上打席に入って20本以上ホームラン打てたらすごい方の世界なんですよ。じゃあ上空に風がこれだけ吹いている状況下で狙うんだったら、やっしゅやっしゅボールに合わせるだけ。今物騒な内容は頭の中にありましたけど、命を持てるって言います。絶対ないです。世界の方です。誰の命を使わないと思います。こんなにスタジアムの建設費用とかエネルギーとかお金をかけておいて命をかけるほどの価値なのか、だけどもそれも価値にできます。火災性の開閉式だな、絶対に全人類
せやけど、IPS の特許を通して、すぐに仮設性の開始からの設定を設置して、個人的な権利を守るために設定する。ロッテに試合が終わります。1点差で負けています。中盤の深いところ上空に風がだいぶ伸びてるから多分この条件か条件かじゃ無理、確率が低すぎる。まあキャッチした選手も上本選手、元阪神タイガースにいた上本選手か、まあ、別の選手のような気がするんですけれども、まあまあ、もともと野球界あります、もともといたチームに対して、打者なら打って恩返し、良い守備をして恩返しっていう、やり返すみたいな形ですね。まあ、頑張ってっていうところを見せるっていう話ですね。もともとあります。何十回何百回とそういうものそれをしてます。これも解説席の分析、喋ってる言葉とか、試合今の時刻で、20時41分です、18時から試合始まってますから、解説席でどういうふうな会話が交わされていたか、そしてそれまで解説席がどれだけ笑っていたか、それで的確性が書いてくるんです。こちらが本当のことを言ってましたから、今広島のピッチャー、かなりはっきりしたボール球を投げています。
最後打ち上げてしまいました。この間の試合もそうだったんですけど、それをもう少しバットをもう少し上を振るような感覚で振ると死ぬことがあるんですよ。それは原因は何かといったら、この年齢おかしくなっていたか、試合開始早々、近本選手、中野選手を出塁しています。そこまでは良かったんですよ。まあ、最初に中野 DeNA さんの方に4対0で、リードしていた、まあ、阪神タイガースからの得点が供給されています。でそれはもともと想定していました、そういう試合の仕方をしています。もともとはそうです。阪神タイガースはずっと頑張っています。去年のヴィッセル神戸の試合もそうだったんですけど、ヴィッセル神戸の試合の時間帯は、ランナーは出るのも得点はできないんですよ。だけどもその見えない得点はヴィッセル神戸のでどこで変わっていったかといったら解説席が負けてしまったんですよ。もともと阪神タイガースの選手だった、それプラス、アナウンサーの、地元甲子園笑い話を解説席に何回もします。こうなってくるとバットの軌道が狂ってくる。他の試合が終わっていった時に負担が軽減されていって阪神タイガースの試合に収集できる、こういうふうな形が作られる、まあ、これが試合状況であります。そういうことはこのチームもらってますね。セーブクライアンズで、まあ、本気出してくれたらよかったんですけども、まあ今日阪神タイガース負けてしまいました。今9回ぐらい、オリックスバファローズの攻撃で楽天の人たちが頑張らなければならない場面です。絶対0点で全員で抑えましょう。シャワーは先に入っています。ホームページはアーケースで記載している通りです。試合の時間中に食事をしてしまうと1点対戦チームに取られます。それ分かってるから絶対食べません。勝負ごとの厳しさぐらい知ってます。だからこの間井岡選手の試合、朝ごはんから15時間経過しても試合が終わるまで食事食べなかったんです。それはそれで本当にそれをしなきゃならないんじゃないかなと思う時もあるんです。減量とかみんな必要減量とか無理解できるはずですから、それはそれ柔道の同じレスリング、そういうことも必ず訪れる。そういうことを経験したような人間が頭に回って世界観を作れるかというか、それはそれが大事なんです。高橋ボクシングの試合に関しては井上尚弥選手の試合で根岸選手が意図的に井上尚弥選手を勝たせるために足を出したようにも見受けられるんですよ。それだったら敵試合だから、それで井岡選手の試合が負けさせられたのかもしれないです。だからそれだったら最初に僕は両選手に伝えたお互い全力でという心の声に全く意味がなくなってしまいます。途中でまあ、その試合に関してのコメントを述べてますけども、こちらの優位性は手放さないっていうことを言ってるんですけども、その優位性とは相手に卑怯なことをしなさいということではありません。自分の方もそうです。全力を尽くす。だからそれがテレビは映像化して見えるから、ね、人として努力を見て素晴らしさが分かるんですよ。だけどあんな自分から足を引っ掛けるような行為をして勝つ、侮辱行為しか見えない。
者が相手が全力を尽くしてきても勝てるだけの手順を出してきています。井岡選手の試合を見ても分かると思います。1ラウンドから12ラウンドまでしっかり見てもらったら分かります。井岡選手の方が絶対優勢です。どちらが勢いが上がっていくか、どちらがダメージを抱えていくか、試合の途中経過を確認しようとしているんですが、
プロ野球続行というものです。楽天の試合終わってます。楽天が勝ってます。日本は DeNA さん奈良大学で1点差に迫られています。食事を今作りかけてるだけで食べてなんて言いません。1点取る根拠相手は持ってません。私たちが悪いことをしたなという言葉が聞こえてきました。連覇の世界、昔もそれは何回も認めてます。その人たちが、ただしコンピューターがその人たちの声を使って精神的に心を乱そうとして、そして得点をしたりして、得点を取ったりとかする。これが明治神宮球場、明治神宮神社の昔もそういう社会に明るみに出されています。そこで感動しになる人間、後に残っているのは謝罪だけですよ。ただひたすら敬語、感動しの方が当たり前です。神社長の参加でもともと公務員と思います。JR も本当はもともとは国鉄、公務員、鉄道警察官とかもいます。日本は DeNA さんの試合終わるのは絶対だと思います。そして今までの得点の捉え方を考えると報道番組はありません。多分フェイクニュースを放送してきて、それを信じ込まされたりとかいろいろあるからでしょう。ということは東京勢が勝つためにフェイクニュースを東京の全国放送のテレビ局がフェイクニュースを放送していたということになります。もう一度言いますよ、民間で一番最初にテレビ局を開局したのは読売ジャイアンツ、日本テレビ放送の開局式会社、一番罪は一番負けなきゃならない。他の球団はまだテレビ局を出だしなかったんですから。それより村がめちゃくちゃになるわけやってみんな普通に分かりますよ。無料期間に人間は作ってたんですから、普通に考えた第二次世界大戦の頃のあんまり物事が変わってないっていうことがよくわかります。しかしことが違います。横浜 DeNA さんは絶対に優勝する年です。仮に阪神タイガースが B クラスになったとしてもですが、しかし全力は絶対尽くすべきです。可能性はあります。昔は読売ジャイアンツ、その次にヤクルトスワローズ、優勝回数多かった球団ですから、つまり各都道府県ごとに分けてるわけではない。2つの球団で勝率5割だったわけじゃない。横取りをしていたっていうことです。横領事件、金銭的にも
ルベースボールクラシックの時も、3点差つけられた時も、頭の中でその試合負けることも一切考えていませんでした。勝つことだけ考えていました。コンピューターに頭の中でもあります。今、109号室の長尾さんのところの長尾君の声が聞こえてきてたんですけども、果たして本人が喋ったのかどうか。電波の精神的な声が。仮に喋っていたとしても、表現の問題ですか。両方の DNA が不利になるような気がするんです。阪神タイガースが負けた DNA である可能性があるとか、今日の試合も最初の方で、長尾君の声が聞こえてきましたからね。で、1点取られている可能性があります。はい、ティエスケですけども、109号室の長尾さん、ベランダで話したらならないことになってますよ。携帯電話、ここの住宅。何回も弾いてる集会所で、やはりケースでの声も何回も聞こえると、ベランダで言った声も何回もあるから。ほら、笑いよ、嫌がらせをするから楽しくない。だからやめれるんだ、悪いこと。東京勢と飛んでる節があるから、東京勢可能性としては十分にある。金の流れは基本的に阪神・淡路大震災があった以上、東京都からの金の流れ、ただしそれは地方から略奪行為に近いような内容で集めた税金。なぜなら各会社に最低賃金を上げるための政府の交付金最大600万円、雇用助成金とはまた別。車が止まってる。それでは長尾君の声聞こえなくなったけどね。駐車違反。14-81神戸ナンバー。神戸さんあるよ。文字はあーかなーかよくわからないですね。そうかもしれない。なんせ14-81。白のワンボックス。その車は直子の声を聞かせてきている可能性がある。神戸ナンバーの車だからといって、何県の人間、どこの都道府県の人間なのかわからない。だからレンタカーとかやめたらよかったっていう話になる。カーシェアに関しても昔法律で脱法行為だっていうことで、テレビで違法行為として扱われたこともあったテレビニュース。なのにワールドビジネスサテライトは再びカーシェアとかを言い始めた。だから人を固定しておかなければならない。長い間テレビでニュースを見た人間ほど悪いことをしている。
高い練習、400万円以上稼げてる時点で何かおかしいって思いませんか、皆さん。普通思いますよね。なぜ違法行為した人間ほど金持ちになれるんだって。岡田さんは誠実な男だったから、阪神タイガースというむちゃくちゃな環境の球団でも優勝ができる。政府上層部と人脈のある淡井圭介だからこそ天皇家の呪いと言ってもいい 天王山と呼ばれる阪神タイガース対巨人の試合、天皇陛下は見に行ったからですよ。その後巨人が勝ってしまっている。天皇陛下はその場にいた時は同点の王座だったはず。そしてそこから間違いの情報が駆け巡った。日本国民全員の国家の象徴が天皇陛下であって、東京都民のためだけに存在してはない。これは成人さんもそうおっしゃってますし、平成の天皇陛下秋吉さんもそうおっしゃってます。淡井圭介ともその辺の話はしています。そのことはテレビでも公開しますよ。分かる人には分かります。あんなにテレビのチャンネル作るからですよ。二社二社合併、夜中と明け方の番組もなくす。そうすれば確率が上がります。先ほど確認した時間からまだ車が動いてないですね。動画の再生記録からして、さあ何分経過したかっていうところですよ。道路交通法でいくと5分以上の駐車だと交通違反です。あとは交差点も5メートル以内に駐停車禁止です。危険だからですよ。曲がった先に車とか止まっていたら大変だから。5分と5メートルで覚えやすいから5メートルと5分なんですよ。テレビのニュースで駐停車違反15分、嘘じゃないですか。道路交通法に5分って書いてある。何かよほどの事情があって警察官に見逃してもらったか、何かの事情でしょう。急にお手洗いお腹壊して痛くなってトイレに今行ってきたところで、それが本当でっていうことで、どんな案内があったかもしれませんけど、ややこしいことしすぎですよ。現在時刻21時9分。横浜 DeNA さんの試合が終わるのは絶対バンと思います。普通に考えたら2点差差はつくはずなんですけどね。シャワー先まで浴びているし、試合中にシャワーとかお風呂とか入ったら点数1点取られてたんですから。今は阪神タイガース試合中に食事もしませんよと。でこれ硬い人間ですよ。で今日まだ遊んでないんですよ。点数取られる要素なんかどこにもないんですよ。未来命をかけ、 WHO 世界保健機関が命をかけさせようとして、それで勝とうとしていたのはどちらかっていうことがこれでもはっきり分かってる。東京で。で、自分たちが睡眠不足になってない。2軍の選手が睡眠不足になっていた。で、活躍していた人間が高所得者になっていた。これが読売ジャイアンツの歴史。東郷投手はもともと睡眠不足の役をさせられていた。だから代わりに1軍で投げたらええっていうことを淡井圭介は言いました。してることはめちゃくちゃだと。原さんの甥っ子だって聞いてると、菅野投手が、君がちゃんと睡眠不足になって頭の中を差し出さないとって、淡井圭介がそれしてきたよって、どちらが金持ちにならなきゃならないって、簡単な話ですよ。それはそんな状況から菅野投手防御率一遍に変わりましたよ。全然変わりました。もうしょっちゅう打たれてましたよ。
そんな状態で試合になるわけよ。自宅のベランダから見てます。でこれもやっぱり木伐採してやっとその状況が分かってくる状況 でこの車が止まっていたから、もしかしたら109号室の長尾君の声で電波化されてた可能性があるんですよ。電波の方の声で長尾君が109号室のベランダでこう笑いながら話したりしてるような声を聞かされてた可能性がある。まあ、実際に長尾君はベランダで話す癖があるんですけども、一応まあここの住宅はベランダで、携帯電話で話するのは禁止ということにはなってるんですけども、まあ大きな声で、まあ、昔も僕もそうだったんですけども、ベランダで声を誤解させるがための電波の声なのか正直これは分からないですよ。で、この辺見たときは長尾君が体を乗り出していたから、その姿が見えたから、実際話をしてたんですけど、この残ってる試合は横浜 DeNA さんの試合なんですけども、まあ、その試合が終わってないがゆえに、電波であります。法案ごとに平等ですよ、優勝回数。巨人ばっかり優勝してるのは、その電波で嫌がらせと、地方の人間に、その試合の差配をするような人間に、そういうふうに、嫌がらせを行ってきて、民放で一番最初に開局したのは、日本テレビ放送の株式会社で日テレじゃないですか。だから、電波によって頭の中の搾取とか、平気でしたのは政府じゃないですか。コロナウイルスもそうでしょ。コロナウイルスだって、警察官のこの間、免許証更新しに行ったときに、本当のこと正直に話してくれる警察官の人、コロナウイルス2回かかったって言ってた人がいて、でそれ多分、それワクチン打ちに行ってっていうことを言ってたんですよ。まあ、そういう人たちは多分注射でやられてますよって。で、エネルギーの残存問題が解決できないから、弱ってる人間を殺すためにコロナウイルスを作ったっていう、多分それだと思いますよって言ったら、その警察官の人はその話してるって正直に言ってくれました。火張ってるからです。優勝回数見ただけで、東京都だけが一番和物があるで金稼ぎしていた。テレビ業界の総本山も東京都が中心だった。その次は大阪府だった。もともと都があった。売春防止法は1956年に出来上がった。それまでは政府上層部の人間とかも、テレビ業界の人間を金で買っていた。男性の人、女性の人、その子孫が政府上層部に残っている。これが事実じゃないですか。根拠いっぱいありますよ。それは安倍さんのことは悪く言いたくないですよ。実際に会って話しましたし、もうほとんどの人間もそういうふうな世界から離れてはいますけども、その中間にいる人間ですよ。あとは何かの人間、社会中間、あとはもうテレビ見て考えることがおかしくなってるんで、僕もそうでしたけども、例えばテレビでもベッドシーンなんか必要ないじゃないですか、ドラマ。いよいよドラマ作るのにね。だからそういうふうなシーンを撮影するっていうことは、そういうふうな行為を行っても、実際お金を得てしまってるんですよ。軽犯罪法違反でもありますし、あれだけ立証すると。
で、実行為に至っている映像はなかったにせよ、そういうようなことを行って、キスまではしてしまっているわけじゃないですか。恋人同士でもない。でも、浮気、どこからどこまで浮気なんですかの話になるわけじゃないですか。もし恋人がいて、別の異性とキスしたんだったら、それは浮気になるわけじゃないですか。それも当たり前のことだ。そこをもう警察官の人も今、声が小さくなった時点で、僕もその時点でおかしいなって思ってるんですよ。でその辺もみんなきちっとしなきゃならないのと、警察官の中に元スポーツ関係者の人たちとかが当たり前に来てたでしょ。だからそれが事実であって、だからそこでもややこしいことがたくさん発生してるんで、例えば川崎宗則選手もそうだったでしょ。で、もともと、いや、どこのまあ、うんとかじゃなくて、ワールドベースボールクラシックの勝ち負けを行ってたのは僕なんですか。世界4世の上層部にも名前が知れ渡っていて、そんな一般人、僕しかいないんですか。ホームページは ITS の履歴とか見たり、報道関係の人間とかもそこに言いに行ったりしてるから、知ってるはずじゃないですか。みんな忘れないから、届けないから。ね。で、神戸とか、大リーグのメジャーリーグの解説席で、神戸って大きな声で日本語で話してくれてるじゃないですか。わかりやすい。で、これ、試合の勝ち負けとかね、まずアメリカの歴史から言いますと、これ、野球界とかサッカー界とかでも勝ち星とか混ざってしまってるんですよ。例えば、イングランドの、レンジャーズっていうサッカーのチームがあります。そこは、優勝回数すごく多いんですよ。マドリードジャイアンツなんかも一方的にずっと勝てる。で、かたやアメリカの大リーグでレンジャーズは優勝したことなかったんですよ、ワールドシリーズ。で、それを見破って、もちろんそれはテレビ局も知ってますし、スポーツ庁の上の方の人間が知ってると思います。アメリカの大リーグの話を通してそこを見破ってレンジャーズが、アメリカの大リーグのレンジャーズの勝ち星が結局計算移動されてるんです。これが今のスーパーコンピューターの電波での人間の動かし方であって、一試合一試合どういうふうなことがあるかっていうことをスポーツ界へのメッセージで、僕は YouTube で喋ってる内容を聞いてもらったら分かりますよ。数字でもはっきり出れますから。だからそれが現実であって、その世界の中で生きてきた人間、淡井圭介は何を餌にされていったかって言ったら、その試合の勝ち負けでのお金の配分、個人の権利のものを頭の中を貸したにして、渡したにして、2.5% 取れるのは絶対そこまでです。っていうことは、お金をかけて集めなかったら、最初は河川専門会社になることができない。で、多くの試合を取り込まなければならないという立場になっています。それが26年以上前からです。で、全然すごくないですよ。それ、だから、読売ジャイアンツの目の前に人参をぶら下げる方法と同じですよ。これまた今までオリンピックの勝ち負けも、もうそこに兵庫警察署の人とか働きに来て、これ見せたら分かるからっていうことでテレビを出してきたっていうことを覚えていらっしゃるわけじゃないですか、皆さんも。で、話ができすぎてるのは、正直阪神、もともと阪神ファンで、準球団で全体のことを考えて優勝回数のルールにしたかったワーナーがもともと頼んでないじゃないですか。昔なんか乱闘ばっかりだって。で、実際僕が嫌な思いさせられたり、イライラさせられて、外からヘラ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 笑ってきたりつながってきたら、現場にいる選手、僕を中継して、その選手まで、例えば、コントロール悪くなって、ストライクが入らなかったりだとか、最悪、デッドボールになったりしてたわけじゃないですか。けど、全員ですよ、テレビ見てないから。で、テレビ見てないときに、例えば僕が怒らされたようなとかだったら、競馬界で言ったら、落馬です。で、それを見てみると、いや、力があるんじゃなくて、政府の設定で淡井圭介が中心になっているのであって、武豊さんも福永祐一騎手は僕と同い年なんですけども、フルーツアパークに来て僕といろいろ話してるんですよ。で、そういった人たちが僕が怒らされた時に、懲罰行動してきたのは春山整骨院とか、集団で歩いてきた人間ばっかりが、人数多いから家の中に一人でいる淡井圭介に対して自分たちの方が強いと勘違いして、集団戦によって凶暴化して、超圧力で言ってたわけじゃないですか。春の生活にたまり込んで、でそこでも淡井圭介が強制わいせつされていたのに、生田警察署の届けに行った時に対応した者はそれを受け取らなかったんですよ。同意があったらとか何とかわけわからないというやつで、オペした直後両腕を殴られて両腕を割られた後ですよ。でオペ終わった後ですよ。全身麻酔状態すら起き上がることができない状態ですよ。だから僕が世界の政府上層部の人たちと
そのいろいろ関わった天皇家の人たちもそうですけども関わりあります。でエネルギーの残土量問題の話があります。でその話を聞いてエロ業界側の人間が淡井圭介を引きずり下ろしたくて、そのエロ業界側の人間として扱いたくて、自分たちの方が潰されるから、だから狙ってきたという可能性は非常に高いんです。でこれは国会議員の人たちの間でもこれはもともと有名な話で、あもう国会議員とかになったらもうその子孫はその業界の人間にもともと狙われて落とされてる人たちいっぱいいるんですよ。そういうものはご存知ですね。だそれはずっと継続されているのであって、この辺で言うと正直有馬警察署が一番叱られなきゃならない存在なんですよ。なぜか僕からの通報があったのに未だに刑を潰すことができてないから、刑法175条の、ね、ああいったものがあるので、今のも、話す中のニュース番組のなんか曲が流れてますけど、その辺の話通して去年はベンチャーズが優勝してるんですよ。ワールドシリーズで優勝したことなかったし、でロッキーズに関してもそこももともと絶対何かありますよ。地区優勝すら一回もないんですよ。だからもういろんな世界中のアメリカの歴史とかを見たときに、イギリスやフランスやドイツや、ポルトガルやスペインとかいろんなヨーロッパの人たち、多分ロシアの人たちもアメリカにも渡ってます。1700年の頃にはもう移民されていて、特にイギリスが北部の方を、まあ、植民地というか、まあ、勢力を伸ばして、で、まあ、奴隷解放側と、まあ、独立側だとか、まあ、南北戦争とかがあったりと か、 だから会社関係もありますし、人間関係の血筋とかもありますし、そのレンジャーズの話も完全にサッカー界とアメリカの大リーグもそのスーパーコンピューターをもとに勝ち星の支配がされてしまってたんですよ。そこにはお金の流れがあって、本当のねお金の流れがで、議員さんはスタジアムの建設とかオリンピックっていう余計なものを野放しにしていて、世界中の国会議員たちは未だに潰すことができなくて、オリンピックなんで全然採算性があって、日本も開催して日本人も分かった方ですけども、北京オリンピックが開催された時に日本の報道散々ありましたよ。こんなにたくさんお金を使ってましたと、税金に。日本も開催するまで他人事だったんですよ。自分の国も同じ目に遭わされたら困るっていう感覚はなかったから、だからオリンピックを開いてしまって、ただし都政六法で、2006年にはオリンピックに関する基金を集める条例ができてしまってるっていうことは、水面下で話があったのが2004年ぐらいまでにはほぼほぼ話が出来上がってたっていうことですよ。それが法律が通っているみたいな。その頃阪神淡路大震災があって、まだ復興は終わってない時ですよ。で、神戸ではウィングスタジアムを作ってます。でこの話を全部続けていくと、でも別に警察官の人を責めたいわけじゃなくて、これ形式的にどうなるかというと、まあ、有馬警察署の人たちもいろいろ聞かされたりとかしてますけども、だからこれスポーツ業界の人間とか警察官の方に混ざり込んでしまうと絶対にもうそうなるんですよ。倒壊した家屋とかを、まあ、建築業界の方にも言ってる、元スポーツ選手とかもいますけども、それをすればよかったのに、総合運動公園にスタジアムがあるのに、なぜかのスタジアムがあるのに、誰の許可を出してなぜ神戸市長や知事はそれを止めなかったのかっていうことです。神戸途中で三宮駅の真上、 JR の三宮駅の真上に、
商業施設を作ろうとしていたのは僕は撮影して、それをテレビ局経由で、まあ、全員のある国会議員の人たちに話しまして、それはやめさせました。作ってる途中で全部解体させて、当たり前じゃないですか。国会を副大臣と動くとして扱われてるんですよ。そこでお世話なしですよ。裁判所では、裁判所では嘘を言ったら10万円の過料か即逮捕なんですか。冗談でそんなこと言ってるわけじゃないんですよ。僕みたいにある程度いろんなことを経験していろいろ知ってる人間とかじゃなかったら、しかも僕は軸になってスポーツ業界のオリンピック業界に置いていて、その人間がエネルギーの残存問題を考えると、あと税金の使い方も考えると、オリンピック潰さなきゃならないって言ってるんですから、それは抵抗性がいろいろあるのか分かります。だけどもうほとんどの人間は世界中でオリンピックを解体した方がいいの方向性で、まあ、この話を知ってる人の考え方は、そこまで話聞いたらもうほとんどの人はそうなりますよ。エネルギーの先の担当では残り54年分まで行って、何をアホなことをずっとしてるんですか。どこに真面目な政治家がいるんですかっていう話になってしまうんじゃないですか。ある程度の結果を出した時に食べ過ぎて、結局東京オリンピックを止めることができなかったんですか。3度目 の, あの高層ビル の, あの商業施設を止めたように、検察中だろうが何だろうが止めたらよかったんですか。で、検察業界の2名に罰金払わせればよかったんですか。そんなはもう通用するわけないわ。エネルギーが尽きた石油の輸入が止まったら、スーパーマーケットの食料が並ばなくなって、ただでさえ今の日本の人口なんか3200万人いるかどうかなのに、ほとんどの人が死ぬんですよ。しかも石油がなかったら重機が扱えないから、ダムとか老朽化した時、水道管とかどうやって修理してるんですか。こんなにめちゃくちゃ世の中になってる時点で、オリンピックすら潰せないんだったら、万博っていう条約すらで、そこの花生骨に集まってるのに、なんかそこまでの話聞いてるから、ガソリンなんか使用して車で集まってるのは何なんですよ。もともと必要ない仕事だったんですが、あれでもあんた発生を配給なさるというか、科学的根拠なんて中学生になっていると思うんですよ。もともと自分たちの部分を配給なさっていたから、それが自分たちの部分訴訟でお金の請求が来たら困るから、例えばここにすごい車で集まってる生産の提示に関しての EU は2025年を提示してきていましたけれども、それはまともな反応があって、世界中でガソリン車の生産を停止しなかったこれも絶対ダメです。新車なんか販売される時点で10年間は回られないわけですから、今の消耗具合だとそれ生産停止してやっと他にも何か削らなきゃこれ、1000年持つかどうか分からないっていう話なんで、今の段階だと100年絶対持たないんです。ガソリンです。技術的サイズ考えずに僕は40年もですよ。上は全然しっかりしてないから世界中は。で、僕はずっと精神病院で隠蔽していた。で、僕はホームページに本当の話とかを、公開したり、警察にどういうような内容を通報していたりとか、それを公開し始めて、警察官の人たちは暴れ警察を精神病院に連れて行けなくなった。っていうことは、警察官の中に、スポーツ側の人間とか、本当のことばらされたら困る、訴訟にされたら困るっていう人間がたくさんいたっていうことです。ただ精神病院と呼んでいた。で、西宮の精神病院の医者をした人間は、永田っていう漫画で有馬建設でそれを聞いたことが、聞いているところを見たことがあって、もともと秀和株式会社で課長として、淡井圭介と一緒に働いていた。で、勤務先では先だと思っていた。で、その事実を、イエスかノーかで返答できないのが今の有馬警察署の実力なんです。残念ながら。本当のことすら人間なんだけど。で、その国では笑い声が起こる。人間笑ってる時って誰か嫌がらせしてる時ですよ。全員の反応に一つ一つ見たら分かりますから。で、この通報も YouTube で世間に公開させていただきます。
個人情報というものがいかに不正残念に使われる卑劣なものだったか、隠蔽工作だったかということが、法の悪用だったかということがよく分かり、そして全員がこれ危機感を持たなかったら、本当にこれ、急に止まりますよ。世界国政税のデータだって、あんなものどこかどこまで信じたらいいか分からないんですよ。人口の病気者に飛んでくるだけで、ベンゼラ、極端に言うのに、その、ウィーゼルサイトとか、同じように出てますけども、あんなものどこかどこまで信じたらいいか。アメリカはだいぶ前から、ウィーゼルサイトとか、同じように重視してるんですよ。輸入してます、アメリカは。で、今何メートル取ってるのか、世界中の石油のサイトとか。その一覧表を国連に出してくれって言ってるんですよ、僕は去年から。だけどもそういうものが発売された情報のところ、これだけ人類が追い詰められてるのに、のんきで気持ちのみ高級ながら笑ってるのは警察官の正体ですよ。残念に仕事中に笑ったら絶対仕事失敗するんです。スポーツ業界だけじゃないんです。どこの仕事場でも同じですよ。ホテルマンとして働いてましたけども、勤務中に笑うことなんてまずなかったです。営業するのに、お客さん。残念ながら警察官の人ほど敬語を話せない。おかしいんです。悪いことしてる人間がこれを言われるんですよ。なるほど、それはもう RB の人たちであって、元の建設業界の役員、社長が知りたい。仕事がなくなったり、国会議員になったり、で、結局最終的に終わったり、考えられた。だからみんなそんなに今回働かなかったらよかったんですけど、生活保護者が増えた方が、エネルギーの存在のものに関しては、有効に対応できてるんですよ。ミス出されるだけ、どうせ倒産するんですから、人口50年もずっと少子化が続いてるんですよ。先ほども言いました、生まれてきてる人は、数がもう半分ぐらいになってて、で朝鮮半島と満州国と台湾を合併していた頃の人口のその地域一帯で2050年には7000万人台になるよって言われているのが世間で公開されている人口なんですよ。エネルギーの残存の問題なんか僕は P18 というまで公務員ってほとんどは理解しなかった。そんなことで世の中回るわけないじゃないですか。日本でこれだったら他の国だってどうしても同じですよ。合法投棄されてる車なんかも撮影していろんなところを見たら、これ最終的に、ああ、もうこれ1万台ほど合法投棄されてるんだ、こういうの状態。それを回収して、分解して、溶かしてる間に、単なる5つぐらいのやつが合法投棄されます。日本にするんだらどうですか。そんな状態で、残念ながら、ヘラヘラヘラで終わりの仕事をするから無理ですよ、警察官の資質としては。電話を見るときに挑発行為になるような言動を警察官が平気で、お互いに侮辱行為があるんですから、相手を制する。この本当に全人類が一致団結して対応してなかったら、でお金に関しても元手がなかったら河川専門家意識の話は本当にできません。これは本当の話です。そんなもの会社作って株を集めようとしたって、株なんかもう紙切れになったこと何回もあるんですよ。バブルの方から1990年になって、純利益が出てるところをはっきりと数字化で示さなかったら誰もどうしようもするわけないですよ。年金が1月15万円支給されるのが男性ですら 50%、 女性で3割ぐらいしかありません。ほとんどの人はお金を持てないんですよ。大切なのに、バスケットボールの人たちと、東京で使い始めた、オリンピックの会社、もともと東京オリンピックだけで、9600億円の税金使われていますよ。どこの会社も、最低賃金があるのに、助成金、600万円、上限、それにもプラス、この助成金。その辺の数字も組み込んでるのか組み込んでないのか、9600億円の話になるかと思いますけど、ね、テレビの放送から何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 
球の精神現場は強制収容所で働くんですよ。世界中でそれが続いてます。気づく人は。やっぱり何でも知らないですね。人間性の点数を作ってもらっておかしいという話は勝ちたいと思います。で、この辺、春山聖子線を理由にして自分たちが得点の元になったとか言い始めて、プロ野球業界とかからお金もらってもいいって何もんねん。こんなに家が立つわけない。仕事に絶対する。少ない。ほとんど変わったらあるわけ。絶対無理。お金。計算は。J リーグが集まってる12球団。2リーグ戦2戦やそれも J1 と GS のチームを合併させ2リーグ12年スタジアムの奥に天才者がスタジアムを合併させて今固定したんぜ。法人税が 23.1% もなので払ってもらってなかったら払ってもらってなかったら国民国家の変化をしないでしょう。神奈川県に余計なチームが4つもある。1つにしなさいという話で、ペロマリですか、ルールですか、マリですか、それはハワイケースが言い出して誰も言わなかったらそのままだ。それがハワイケースかも。20歳ぐらいの頃、世界中の政府上層部とか日本の政府上層部とかに集まったことができた。それでできるかできるか、できてなかったらボーナスなくなる当たり前。民間地とかは仕事対してしないと。18チームだったのか、その20チームに増えてまで落としてる。どういうことやったの？余計に優勝するか。何ですかね、マスクの どこの課題？新しいマンションとか作っても買いたいのが多い。人は生まれてないのか。一方で、生まれできる人も多い。課題ばっかりこんなに増やしたところで表札入れた。あれ多分前輪の地図、世帯数かける2じゃなくてもう 1.5 でもないわ。これ多分1やわ。表札だけで会社が持ってるケースが多すぎる。不動産屋自体がもうそれなんちゃうか。表札のことか前輪も多分表札のみたいな。だから地図上世帯数で見ても大した件数ないから、本当に件数自体がないから。3打数10万人どれだけ超高齢でもらおうとしたらそんな数じゃない。なんで誰も調査せん。確約はガソリン車の生産停止、世界中の水道万博という条約をなくすこと、あとオリンピックの解体、節約の部分でその3点ができたら全然違う。あとは蒲田発電、加速する向かい式の発電だ、メタンガス抽出場、日本中で10万箇所、その3つが出来上がって、節約の部分でその3つが出来上がったら流れは 100% 変わる。ただしこれ1年でも遅れば取り返しが効かない。もう消費量が多すぎる。1年間の石油の消費量は絶対ダメ。
試合が終わる。だから、昼は遅くない。もう寝てるの。レストランとかで働いたりするから、自分の昼食してたら、子供どうする。そういう時間設定じゃなかったら、今度ディナー終わってから、お客さんのディナーが終わってから、自分たちが仕事終わって、それがいいから。みんなそれやそんなお客様が食べる時間帯に飯なんか食べてたら授業急に無理やねんって話になる。忙しくしてるけどすぐやっぱり今後は政府が行動できてた。アメリカはコンピューター系で一番トップで一番のんきでしたっていう答えになってしまって、アメリカでオリンピックが開催されるっていうことはフランスの次はアメリカや、その先はこれ決まってないけど絶対決めたら、本当はフランスでも最後にしたい。アメリカは絶対反対しない。さらに4年後だった淡井圭介も、うちの子だ、51歳。気力はいつまでも持つか分からない。目元に出てこれや。エネルギーの残存のままがいい日本語は、整い始めていたのに、東京オリンピックで行こうと自民党の人たちが気楽っていう話、そういう話に合わせてくるかと、本部とかそういう話になってしまって、これが本当の話。それはテレビ局は情報操作した可能性ももう一年とか、結局東京オリンピックを開くことによってコロナウイルスが分かれたのかもしれない。で、淡井圭介が2019年皇居に行ったりテレビ局に行ったりしたけども、こうして人間もしっかりとした対応しなかったからコロナウイルスが分かれたようになった。そう、オリンピックに関してはイギリスの貴族や王室の人たちが開いている。ヨーロッパの責任の方がはっきりと思う。オリンピックだけに関して条約も本当はヨーロッパがアメリカを征服したのもヨーロッパの人だった。で、これはなぜこんなにもはっきり堂々と言えるかっていうと、税金の税がかかってるから世界中に。で、正直老人に政治なんか任せたらあかん。自分の生きてる間は動かす責任ができる、どうしても頭の中に、それは安心なんだ。じゃあ行動に移さない、危機感を持てる人間だけやな。で、最悪なのは、こう思いの人は退職金がもらえるから、それが頭の中にちらつくんだから、高額の退職金が。その時点で、笑い始めたりするから、仕事中に。だから仕事失敗する。今日もな、遊んでない。ホームページ、アンケースの劇がどれぐらい作られてるか見たら分かる。撮影してる時間とか、どれぐらいの時間を費やしてるか、それで本当が遅かったら分かる。じゃあ、釜の所にするのがすら5500円もかかる。金具はついに、我、裁判所の証拠の書類も全部かかる。さすがにこれを持ち歩いてるから、誰かはどうもしたんじゃない。二十歳ぐらいの頃に買ってるから物理的には重さがだんだん削れていく。アルミニウム使ってるからどうしても重さがそうなる。だからもうしょうがなしにファスナーのところにジャックのところに引っ掛けて、まだ金具が入るから、それで肩からぶら下げたり首からぶら下げたりしてありますけど、これこんなことしたらファスナーがすぐこんな金具が壊れる。そしたらもう開かない変わるんだ。河川の撮影に正直今の関係できるような関係がタイミング的にオリンピックに付き合わされるようなタイミングになって、一体電波でどこまでできる。電波っていうのは電気や。この間トランプさんに耳銃で撃たれたみたいな形になってるけど、あれ多分電波で出してやるんだよ。電波飛ばして電力を上げて電圧上げて、
たれた直後のガーゼ、弓が見ていたので、なんだ、血が染み出てきてない、血が染み出てきてない、っていうことは、デンバで攻撃されただけ、政府は演じた、政府はまだ嘘で物事を通そうとした、本当の話をしました、それは無理だ、兵器の世界を物事を進めるとするから、その方向性を使うと法律の世界に反するから、絶対行動全員が間違えていく、一日一日、それが事態に事態に乗り込む。スポーツの選手だけ操れるように見えるかもしれないけど、一般人も全員同じルールで条件変え、Wi-Fi が広がったこの世界では絶対できんそうだ。だから未だに車を売却できない人間は、自分がすでにコンピューターに操作されている。しかもその先は、各会社の大企業はスーパーコンピューターのミニゲームみたいなのを持っている。大学も持っている。大学は大企業と組んでいる。もともと人はそうや。もともと国会議員とか、市の人間が大学の教授とか、テレビ出演者とかは大学の教授になっている。っていうことは、テレビ局はスポンサー料金が欲しい。民間のテレビ局。車を売りたくない。車業界で一番お金が動いている。その次、まあ、石油業界が車業界だと。石油業界は何か。これだけエネルギーの残存量、残存量問題で差し迫っているので、この辺だけなぜ、1リットル当たり164円で販売する。プリペイドカードだったら162円、どういうことや。この辺に余計なやつら来させて、淡いケースで喧嘩を出せて、淡いケースが起こったら、それに有利して最新努力を入れて、で、読売ジャイアンツとか、ソフトバンクとか、何回でも優勝させてくれて、ふざけんなよ、そんな話を法律で裁判所で全部上がったときどうなるか分かってんの。ソフトバンクのあること政府で応酬や。あんまり怒らしよったのは、5球団、5球団ですね。役場して誰か死にが出るようになし、競馬館の縮小するものに関して言って、海外戦で見てみる。複数の人がそうか高い。ハワイケースがちゃんと世界にルールを示した。他の国のルールを守った。フランスとかは1頭しか出してない。中毒者になってたんですね、こっちはっていう話になってしまう。農林水産省の参加やっていうのが、これは民間と全公民型にした方が本当は話が通りやすいのかもしれない。政府のもので規制をかけてしまって、海外へ遠征するのは各レース行ってお前ですよ、多分そっちの方が簡単に。中国を見てる限り、中国政府の方が正しいようにも見えてる。北京オリンピックの後、プロ野球業界なんか広がってない。ちゃんと広めようとしてない。中国が分かってるように、西側諸国が自分たちの都合のいいことばかり放送してるっていう内容は正解。それが資本主義の最初、資本主義、お金の世界。無理。売春防止法の話はさっき警察に電話した時に音声拾ってるはずや。そのクズどもの子孫が日本中に大量に存在する。そしてテレビでも同じようなものを放送していて、それを見て人間的な感覚で、特に高年齢者層、戦争の話とか変、ずーっと変な敵対意識を変に持ってる、あのテレビのコメンテーターにいっぱい見とる。こっちも感覚は一時的に変になってたけども、その辺のところは自分の方で YouTube でしっかり謝ってる。中国政府とかアメリカとかどう考えても、あの当時の日本おかしい。北は大国ソビエト連邦、もしくはロシア、その当時はロシア、西は中国という大陸、大国、東はアメリカという超大国。なぜそんな大国に囲まれている国をアメリカに先制攻撃を仕掛けるのか。理由が、最初に先制攻撃を仕掛けてハワイの海軍旅行を潰して、で、有利な条件で交番を結ぶ。そんなわけないやん。アメリカ人絶対怒るやん。自分たちよりも実力がはるかに劣っている国が、国力の低い国が先制攻撃を仕掛けてきた。
あいつら西は中国と北はロシアと戦争しとる連中、絶対勝てる。アホでも勝たない。どうせ政府上層部の人間が外相になっている世界を消えなかった。それを動かしとったら、そんな国が勝てるわけや。神がかり的な力が世界に入ったら分かる。あらの人たちが見とる。天の神様も見とるしかない。そんな国が戦争かって弱い。全然ならん。もちろん戦争なんて勝ったって全然自慢にならん。大量虐殺罪。殺人罪や、本当は。勝ったら勝ってない。第二次世界大戦の世界中の死者の数はおよそ1800万人。ただしその数もどこまで正確かわからない。日本の各都道府県の死者の数が年金額、都道府県じゃない定数の駅からアクセスできるようにしてますけど、一番のところから見た方がいい。一回その YouTube、そんなに長くない。ちゃんと見た方がいい。最初の方、焼け野原に10何人とか死者の数が、そんなわけないやろ。最後の方の数字は本当だ。神戸市、兵庫県で、兵庫県の死者が1万人以上。高額の天の神様への手向けのことだけじゃない。奄美ではなくないんだけど、第二次世界大戦だけでも、第二次世界大戦から全体的に戦争は発生した。じゃあ、お祈りしたときに言う言葉、あの世でも何か言うことがありますようにっていう。戦争の苦しみにしたらそういうことだ。すいません。ご冥福をお祈りしますの後に、ご冥福をお祈りした後、言葉が何にも続いてないと思う。施設基本にある。普通何か優しい言葉がやりたくなる。本当は岸田さんも泣きながら、もう涙流しながらごめんって言ってる。ユン大統領との会談で、泣きながら言ってる映像も多分あるケースも、それも岸田さんの立場のきついところ、青いケースであった人間がこの国ではそうなんですよ。その仲良くなった人間が結局青いケースに連れられるっていう構図が変わらない。我慢の限界期待、やっぱりそれを言わざるを得なくなるので、言うしかない。言わなかったら社会が変わらないから。みんな電車バスとかぐらいの車を手放すぐらい誰でもできる。ほとんどの人90% 以上の人、これは世界中でやった。どこの国も電車ぐらい苦節終わった。日本なんか逆に電車が消えていったもん。電車バスとかにしてガソリン車生産停止していたら電車消えんかったもん。一つの車両で10人以上乗ってたらそちらの方は絶対かかる。大抵車なんかみんな一人で乗ってるんだから、1台でも1トンはあるんだから。大体軽自動車は別ですが、軽量化されているスポーツカーでさえ乾燥重量1トンぐらい、シルビーが強い。車検の人みたいな乾燥重量とか、自分の乗ってる車はどれぐらいの重さか知っといた方がいい。僕のクルメイラっていう車が所有してる時期は数年間だけありましたけども、1トン以上ありました。電車とかで絡んできたやつが悪いから、そういうなかったですね。こんなに好きなんですよ。でも その辺の高校生で調子乗って髪の毛染めとるような大箱物を買い置きの思いなんで、うちは田尾寺駅の駅の電車乗ったら、へら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 笑いながら敬語なしで動かすできよ。エリック首つかんで次の駅で降ろしたのかって本当にやっぱりなる感情で、そこをグッとこらえる。そのまま出勤じゃん。淡路かな、バカバカしい。その淡路かなです。
橋海峡プラス鳴門海峡プラス高速道路プラス橋関係だけで1兆円超え。みんな家一体何げたで死んだことしたらだって別に家作っといたらよかったよ。そしたらもうみんな引退する頃55歳で年金2000万かけれるような世界作れとったアホな工事せんからよかったよ。高速道路とか淡路島の上の高速道路なんかほとんど車走ってない。対向車昼間で現れるの15分に1台ぐらいよ。びっくりしたよ。港の名産リゾートホテルに働きに行った時に現地行ってみて、あ、これもう車がないと生活できないって。大毛島っていう島にホテルがあったから、リゾートホテル、そういうバスとか時間合わへん合わへん。で、早朝出勤とかあったから車がないと無理や。朝の6時出勤、さすがにそれは無理や。早朝出勤そういうバスやってるから、あんなことあるかよ。歩いて最初の方、仕事終わってから買い物行ってますけど、それが遊んだらならないルールとマッチしてる。だからそれはその頃はその頃で、中和株式会社の長寿観光をさせられていたから、中田秀吉はイタリアのセリアのローマというチームで優勝できてる。岡崎慎二がイギリスのチームで、もともと最下位の方にいた、何年も最下位を経験しているようなチームを優勝まで一気に行けたのは、今までの結構法律に照らし合わせた話と、それプラス淡井圭介の頑張り、その時間帯、その頃多分起きてた頃や、松山英樹とか世界ランキング1位にしようとしていて、それテレビ見ないんだよ、メンバーの存在。そんなところまで頼みつけるのに、一体世の中に何もいたんだ。で、実際にできたかできなかったかで見ると、それ錦織圭の世界ランキングがあると、4位まで最高の結果。彼はもともと体が小さい170センチだよ。テニスの世界もパワーないと無理で、体が大きい方が絶対速いサーブ打てる。190センチ台の人間の方が絶対強い。筋力があって。錦織圭は神ばかり的な力プラス精度の高い、なんとかついた。打ち込む時は、オンラインあたりのところにボールを打ち込む。コードが相手選手からしたら広く感じる。物理的に背の高い選手でも追いつけない。このタイミングであの地点に打ち込んだら絶対に追いつけない。精度、正確性、そういうのがあるかもしれない。しかし絶対的なサーブの威力の差はやっぱり大きい。もしテニスをしていて本気で体を鍛えていて、淡井圭介の頭の中をプラスアルファで使用していたら絶対に何もない。身体能力の高さ、プロ野球業界で十分証明されて160キロ台のボールを投げる。別に、まあ、160キロ台も158は大体体が滑ると思うんだ。150も多いかな。